ということで、今チーム明日のチーム系公演の振り起こしもあともうちょっとというところまで終わりました。でも案外覚えてた。前にチーム系の公演出たのっていつだっけ、割と最近なんだっけ。もしね、あと明日もし2公演って、さっき知ってびっくりしちゃった。5月15日って、あ、ほんと？そっか、じゃあまだ1ヶ月経ってないから覚えてたのか。そう、さっき、いやほんと10時前ぐらいに、え？びっくり。なんか集合のメール来て、あれ朝早いやと思ってびっくりしちゃった。そうだから急に明日の朝が早くなったので、なるべく早く寝たいと思います。最近は日曜日ですから、本当だから今日人多かったんだ。そう、ちょっと用事があって街に今日は繰り出したんですけど、人多くてびっくりしちゃった。あ、そうか、今日は土曜かね。それ昼まで寝れたって、うん、そう、午前中というかは、そうね、午前中はゆっくりできました。明日は鬼滅の日って、お、嬉しい。風強くなかったって、お西は、お西のとこはね、あんま風は気にならなかった。天気良くてよかった。うん、雨やんでよかったね。明日は明日は雨、なんか雨続くみたいな言ってなかったっけ。晴れだって、明日も晴れるの、やった。なんだ、まだ梅雨とかじゃないんだ。梅雨来ないね。明日は暑いよ。あれ本当、まあもし暑いのはいいんだけどさ、なんか梅雨来るなら早く来てほしいよね。大阪は梅雨入りしてるって、ああそうなの、もう梅雨入りしてるところあるんだ。じゃあもうそろそろ来るな。ね、早く来て早く終わって、そうそうなのよ、早く来て早く終わってほしいもん。うん、ね、今ぐらいのさ気温というかが一番ちょうどいいから、噛み締めなきゃね、今外出てる時に。もう暑いよ絶対今年なんか。
ね、嫌なっちゃうね。うん、ツアーの頃は艶焼けしててほしいね。バーベキューするのにね、艶焼け7月梅雨さすがに艶焼けてんちゃう、知らんけど。うん、ね、微妙なのかな。そっか、やだな。7月のバーベキューは日焼け過ごそうだね。ね、室内だったらね、あれなんだけどね。最近ピアスしてるねって、あれずっとしてないよ西。かわいいでしょ。私あんま取ったりしないからさ、ピアスずっとついてる。可愛いですね。可愛いでしょこれ。いただいたのこれ。プレゼントで。変えたりしないのって。そう、お気に入りなんですこれ。虫。二つあったんですけどこれ。一個二個で。でも虫こっちとここし二個しか空いてないから、お左はね空いてないから、そう。あのまあ1個だけこうやってつけてること多かったんですけど、でもその1個はなくしちゃって、そう、あのお仕事中にで、あこれ残り1個しかないから、そうめっちゃ気をつけてつけてる。どこのピアスですかって、これなんて書いてあったかな、あの緑のやつです、ティファニーコーみたいな、読み方合ってるのかわからないんだけどって書いてあった。かわいい。そう、みんなから空豆みたいってよく言われる。空豆ピアス、そう、あんま見たことない、なんかで、かわいい。似合う、嬉しい、ありがとう。好きなピアスのデザインとかある？なんだろうね、輪っか系が多かったんだけど、今ついてないけど、軟骨とかにはあのリング系のやつをつけることが多いかもしれない。こういうやつ、なんだろうね、あんまでも、でもそんな感じかも。好きなデザイン、そうね、入れるやつよりポイント、ぶら下げる系あんまつけないよねって。つけないね、ぶら下げる系あるんだけど、なんか女の子らしい格好とかするときはつけようかなってなるんですけど、まあなんせあの両方につけれないから、あのこっちは空いてないから、ぶら下げる系をねつけたら、あれなんか片方なくしたみたいな感じになっちゃうの。そうだから、まあまあつけてもイヤリングかなって感じかも、ぶら下げる系だと。そうなのよ、あれなくしちゃったってなっちゃう。
そうなんですよね。あんまつけない。両方開けないのって、左に開ける予定はって、いやないね。ないね。片方でいい。そう、片方で満足しちゃった。両方開けないのはこだわりか。こだわりなのかな。確かにもうこれ以上いらない、なんか穴。うん、もう満足してる。2個でいい。ピアスは必要だったのかって。開けるってこと？自分で開けたのって。いや、こっちは病院というかでやって、こっちはね、ミサキっていう子に開けてもらった。チームメイトの元長崎県代表の寺田美咲ちゃんっていう子に開けてもらった。うん、自分ではやったことない。軟骨自分じゃ開けるの大変そうだよね。じゃあ大西さん、先に初めて開けたピアスが軟骨の方だったんですよ。でこっちはその次というか、またそこからだいぶ経ってからピアス、こっち耳たぶの方に開けて、初めての穴開けるのが軟骨だったから、そう怖くて。そう、痛いってよく聞いてたから、そうちゃんと病院に行って開けました。そうね、痛かったね。なぜ軟骨に開けたの？なんでだろうね。なんでだろう。なんで軟骨なんだろうね。確かに。なんで軟骨から開けたんだろうね。何日ぐらい痛いんだ。1ヶ月ぐらい痛かったんじゃないかな。なんかずっと痛いっていうよりかは、寝るときにこっちを下にして寝れないとか、あと服がこう脱ぐときに引っかかったりしたら、いやーってなってた。いや、それはちょっと痛かったかも。そう、何が、音がしなかったってね。音したね。まあ上には人が住んでるんでね、音はします。珍しい。大西んちってさ、マジでさ物音しないの、隣人の。もうこんな静かなの珍しくない？知らんけどって思うぐらい静か。隣人の人に会ったことない。お隣さんとかマジで会ったことない。なんか近くの人とかは会ったことあるんだけど、両隣の方に会ったことない。ねえ、本当どんな方が住んでいるのか。いないんじゃない？いや、いるのはね、いるのよ。そう、いるのはいらっしゃるっていうのは分かってるんだけど、そうそうそう、
うん、そんな思うやね。会いたくないからめっちゃ気をつけてる。本当もし会ってみたいんだけど、どんな人隣に住んでんのかなってすごい気になる。挨拶したことないのって。ないよ、会ったことないんだもん。ないよ。しかも最初ダメって言ったのみんなだもん。そう、挨拶行くなって言われたショールームで。そうそう、引っ越してきて、もしお隣さんにご挨拶行こうかなみたいな話をしてたら、行かない方がいいよみたいなコメントでめっちゃ言われて、行かなかった。はいって言って、危ないよって。そう、都会はしなくていいって言われたよ。うん、なるほどね。男性物の下着補正とか、なんかそうそう、引っ越した時ね、ほんといろんなことをね教えてもらったわ。カーテン何色みたいな、ピンクとかにしちゃダメだよみたいな、ベランダに洗濯物干す時は男の人のパンツ干すんだよとか、なんかいっぱいなんか教わった気がする。その時そうなの、干してるって。いや干してはないけど、あのもしベランダに干すことほとんど少ないから、うん、そうなの、お風呂で干せちゃうからさ、見たに干さないんですけど。いろいろあるんだね、都会は。都会っちゅうものは。時間大丈夫って。今何時？46分。もうそうね、明日早いんだった、忘れてたわ。そうだもうそうだ、明日早いんだった。もうなんか自分の脳ではさ、もう明日の予定が出来上がってたの、一回公演の予定が今そのつもりでし、なんかゆっくりゆっくり喋ってたけど、うん、明日朝早いんだった。じゃあちょっとランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位コバットマーク大西良さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がケンジさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がヨッチャンドユーももちーで好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がゆーちゃんアットマーク大西軍アット突破隊さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が大西かきアットマーク大西軍アットマークバスツアー受付明日18時までさん、ありがとうございます。イエイ。よろしくお願いいたします。そして10位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がおはぎさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がたけちゃんとマーク大西軍さん、ありがとうございました。イエイ。
ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということで、じゃあちょっとお風呂入って、残りの明日のやつ練習というか、一回イメトレして寝て、明日リハして公演頑張りたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。